ウィリアム・アドルフ・ブグローの油彩画、フローラとゼフィロス・ギリシア神話における西風の神、ゼフィロスとその妻である花の女神フローラ。1875年作、ミュルーズの美術館所蔵、アネモイはギリシア神話の風の神たちである。東西南北の各方角を司っており、各々が様々な季節、天候に関連づけられていた。アネモイは、 ある時には一陣の突風として表現され、またある時は翼を備えた人間として基人化される。オドゥセイアにおいては、風神、アイオロスの旧者に繋がれた馬として描写された。平氏オドスによれば、星空の神、アストライオスが父で、暁の女神、エーオースが母である。主要な姉妹はよハシラいる。ボレアースは冷たい冬の空気を運ぶ北風で、ノトスは、 バンカーと秋の嵐を運ぶ葉へであり、ゼッピロスは春と初夏のそよ風を運ぶ西風であった。東風のエウロスは、いかなる季節とも関連付けられておらず、平氏オドスによる、新東期や、広大のオルペウス三加の中で言及されていない、唯一の上位の姉メである。このほか、北東、南東、北西、南西の風を表現する海の夜柱が言及される。ローマ神話において、 アネモイにあたる神格はウェンティである。ウェンティはアネモイとは名前こそ異なるが、その他の点では非常によく似ていた。紀元前360年頃の赤像式陶器に描かれたボレアースによる王霊というや略奪の場面南イタリアのプッティア州出土ルーブル美術館所蔵。ボレアースは冬を運んでくる冷たい北風の神である。ボレアースの名は北風あるいは 無邪ぼり尽くすものを意味する。ボレアースは非常に強力な神であり、それと同様に粗暴であった。ボレアースはしばしばほら貝を持ち突風にうねる街灯をまとい、もじゃもじゃ頭にあごひげを生やした翼のある老人として描写された。パウサニアースはボレアースの足が蛇になっていると記しているが、通常の絵画においては彼は人間の足を持ち背中に 翼がついている神として描かれている。ボレアースは馬と密接に関連づけられている。ボレアースはお馬の姿をとり、イーリオスの王エリクトニオスのメス馬たちとの間に12匹の子馬を設けたと言われている。これらの子馬は作物を踏みにじることなく穀物畑を走り抜けることができたと伝えられている。ダイプリニウスは 博物誌の4章35節及び8章67節において、メス馬の伝部を北風に向けて立たせれば、大馬なしに小馬を種付けできるのではないかと述べている。ギリシア人は、ボレアースの住居は、トラーキアにあると考えており、ヘイロドトスとプリニウスは、ヒューペルボニアとして知られる、人々が幸福を、全うしつつ非常な長命を保って暮らしている、北方の地域について記述している。 また、ボレアースは、イーリッソス側から、アテーナイの王女、オーレーテューヤを略奪したとも伝えられている。オーレーテューヤに惹かれたボレアースは、最初は、彼女の関心を縁として、説得を試みていた。この試みが失敗に終わると、ボレアースは、生来の荒々しい気象を取り戻し、イーリッソス側の河辺で踊っていたオーレーテューヤを誘拐した。 ボレアースは風で彼女を雲の上に吹き上げて、トラン・アキアまで連れ去り、彼女との間に二人の息子ゼーテイスと、カライス及び二人の娘キオネーとクレオパトラーを、設けた。この時より以降、アテー内の人々は、ボレアースを隕石による神類とみなすようになった。アテー内がクセルクセスにより脅かされた時、人々は、ボレアースに祈りを捧げ、ボレアースは、 暴風で400隻のペルシアの船を沈めたと伝えられている。同様の出来事がその12年前に起こっており、ヘイロドトスは以下のように記している。オーレーティエアの略奪はペルシアとの戦争前後のアテー内で有名であり、頻繁に古亀の文様として描かれていた。これらの文様においては、ボレアースはチュニックを着込み、しばしば下に覆われて逆だったもじゃもじゃの髪を持つ。 ヒゲの男として描写された。オーレー・トゥの略奪は、アイス・キュロスの失われた戯曲、オーレー・ィアの題材となっている。より後の時代の記録では、ボレアースはビュート及びリュクールゴスの父親であり、松のニュンペ佑であるピテュスの愛人であった。ローマ神話においてボレアースに相当する神格は、アクイローあるいはアクイロンであった。 北風の神に与えられたより珍しい別名としては、大熊座の七つ星に由来するセプテントリオがある。セプテントリオは、北方を意味する英語セプテントリオネルの語源でも、ある。ノトスは、ハエの神である。ノトスは下敷を過ぎ、シリウスが昇る時期に吹く乾燥した、暑い風と関連付けられており、バンカーと秋の嵐を運んでくると考えられ、農作物の破壊者として恐れられていた。 ローマ神話においてのトスに相当する神格は、厚い雲と霧、湿気を運ぶシロッコの化身アウステルであった。エウロスは、東風を表す神である。エウロスは、暖気と雨を運んでくる神と考えられており、逆さまになって、水をこぼしている壺がエウロスの象徴であった。ローマ神話において、エウロスに相当する神格はウルトゥルヌスであった。ゼピロスは、西風の神である。 英語ではゼファー。フランス語とロシア語ではゼフィール。姉ムイの中で最も恩和なゼピュロスは春の訪れを告げる北場の風として知られている。ゼピュロスはトラーキアの洞窟に住んでいると考えられていた。ゼピュロスは異なる物語の中で幾人もの妻を持っていたと伝えられている。ゼピュロスは姉妹である虹の女神イリスの夫であると言われていた。また、 ゼピロスは、ニュンペイのクローリスを強引にさらったが、誘拐後に、自らの罪を悔いて、彼女を神の地位に押し上げ、これによって、花の春の女神フローラが誕生した。このクローリスこと女神フローラとの間には、果実の神カルポスを設けている。ゼピロスは兄弟であるボレアースと、クローリスの愛をめぐって争い、最後に、クローリスの関心を勝ち取ったと伝えられている。 さらに別の姉妹にして愛人でもあったハルピューヤの一人であるポダルゲートの間にアキレウスの馬であるバリオスとクサントスを設けたとも伝えられている。現存する神話のうちでゼピロスが最も重要な役割を演じるのはヒュアキントスの物語である。ヒュアキントスは美貌と競争で鳴らしたスパルタの王子であった。ヒュアキントスに恋したゼピロスは彼を求めアポローンも同様であった。 二柱は少年への愛を競ったが、ヒュアキントスはアポローンを選び、ゼピュロスは嫉妬に狂わんばかりとなった。後に円盤投げをしているアポローンとヒュアキントスを見つけたゼピュロスは、一陣の突風を彼らに吹きつけ、落下した円盤を少年の頭に打ちつけた。ヒュアキントスが死ぬと、アポローンはヒュアキントスの血からヒアシンスの花を創造した。 エロースとプシュー系の物語では、ゼピロスは、エロースのために、プシュー系を、エロースの洞窟に送り届けていた。ローマ神話において、ゼピロスに相当する神格は、植物と花々の支配者であるファウォーニュースであった。この語は、行為を意味し、また、古代ローマ文化圏における一般的な男子名でも、あった。ゼピロスのギャラリーや庭内のホロロゲー音のように、 少数の古代の資料には、海のシ柱の姉モイが散見できる。ヘイシオドスやホメーロスが記述しているように、元来はこれらの海の姉モイたちは、テューボーンによって生み出された邪悪で粗暴な精霊。姉もいトゥエライであり、オスのハルピュアであるトゥエライであった。これらの姉モイが、アイオロスの旧舎に繋がれており、他のシ柱の天井の姉モイは繋がれていなかった。しかしながら、 後世の記述者は二種の姉もよ混同して集合させてしまい、上の区分はほとんど忘れ去られた。ありがとうございます。